の国、1945年7月12日、アメリカ軍による B-29 が落とされ、620名の方が亡くなりました。今から発表するよみがえり史、英語回帰よみがえり史宇都宮では、宇都宮で生き残った幼児、子どもたちの生きる力、それらに感銘を受ける女性たち、その心を受け継いだ男性たちが立ち上がり、そんな中、人生は決して甘いものではないと、その厳しさ、そして喜びを表現する来期、そして全世代で立ち上がり、風、火、波、夕日とともに宇都宮の復興を果たし、踊り子で表現いたします。英語回帰。